まあ、でもちっちゃい子僕大好きでね。あ、そうですか。そうです、やっぱちっちゃい子が出てるテレビ番組ってのはいいですよね。まあ見ちゃうね。そう、僕特に好きなのはね、あの初めてのお使いってやつね。あー、なるほど。いいですよね。知ってますか皆さん。やってますよね、こっちでもね。やってますか。うん、まあ、知らない人のため説明するとね。まあ一応説明してみると、あのね、子供を、そうそうそう、尾行する盗撮。言い方が悪いな。そんな怖い番組じゃないよ。こう可愛い子供が行ってきますって言うの。気持ち悪い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 。そんなおどろおどろしい番組じゃねえわ。盗撮ね、あれは。あれ見てるといろいろハプニング起きますからね。ありますね。ちょっと子供やってみて。あれ子供ナレーションとか音楽やるから。出かけるんですよ。テレテテテレテテテテテレテテテテテテテ。早送りしたドラえもんじゃねえんだぞ。今回は太くん6歳、太くん6歳がサンマを買いに行きます。無事に帰ってこれるかな。お、ラッキー。お、なんか拾ったぞ。サンマだ。終わったわ話。港町じゃねえんだぞここ。潰すなよ。つみれ、つみれ作るな。渋い料理。行くんだよ早くよ。で転んだりとかするハプニング発生したりとかする。大丈夫かな。泣かない泣かない泣かない。バケモンかおい。どういう状況なんだよ。怖い怖い怖い。なんで引きつけてるの。何言ってか分かんないですけどもね。子供ってよく喋ってますから。何言ってんのかな。言うかそんなこと。で、キャンユーめでてえな、随分。タクシー歩いてけ。あ、ここだ。すいません、サンマください。あ、サンマと交換ね、ここでね。あ、じゃあサンマ無事受け取ってね。あ、ここで交換ですよね。俺服着てねえ。全裸で来たんか、全裸で来たんか、お使い。捕まった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 。これなんだ。初めてのお勤め。お使いだわ。